どうも、こんにちは。今回は私がどんな感じの休日を過ごしているかについてお話しします。簡単な自己紹介ですが、私は独身アラフォー契約社員で、貯金は1000万円を超えてます。今回は特に誰に会うとかの用事もなく、1日自由な時間があった時にどうしているかを話していきます。起床まず1日は起きるところから始まります。いつもだいたい8時頃に目が覚めます。 休日前は少し夜更かしして、夜12時頃に就寝しているので8時間睡眠です。本当はもっとゆっくり寝ていたいんですが、年を取るにつれていくら遅くに寝ても8時頃に目が覚めてしまう体になってしまいました。ごく稀に友達と飲んだくれて午前3時まで夜遊びしますが、そういう時も8時、遅くとも9時には目が覚めます。そうなると寝不足で1日体が激重になって1日何もできないので、できるだけ早めに寝るようにしています。 朝,食朝起きるとともに冷蔵庫にストックしてある冷や飯をレンジでチンしてお茶漬けを食べて終了です朝から料理作る気も起きないので適当に済ませています朝風呂寒い時期は休日は朝風呂をたしなみます前日の風呂の湯を抜いて軽くシャワーで浴槽を流したら湯を張ります中古で買ったジャンク同然のスマホを持って風呂場に行きあったかいお湯に浸かりながらネットサーフィンをしたり YouTube を見て過ごします。洗濯掃除お風呂に入って体が温まったら洗濯と掃除をします洗濯をかけている間にお風呂掃除や食器洗いをしますちゃんとした部屋の掃除は1ヶ月に1回するかしないかくらいで普段は床をクイックルワイパーで拭くくらいしかしてませんおかげで大掃除するときには家具が埃まみれになってしまいます買い物 洗濯物を干し終わったら昼ご飯と夜ご飯に加えて翌日のご飯の買い物に行きます。自転車で5分のところにスーパーがあるので助かってます。そこまで安くはないですが時間をかけて激安スーパーに行くよりコスパはいいです。昼ご飯と夜ご飯作り買い物から帰ってきたらお昼ご飯を作るのと夜ご飯の下ごしらえをします。お昼は普通に作って夜ご飯用のおかずをカットしておいて 夜になったらフライパンで焼いたり鍋で煮るだけにしておきます。そうしておけば夜になっても時間にゆとりを持てますし、なおかつ出来たてのご飯が食べられるので、我ながらいいアイディアだと思います。昼食。ここまで終わると大体11時から12時の間で、ちょうどお腹が空いているので昼食にします。フリータイム。この時点でやるべきことはほとんどないので、ここから18時まではフリータイムです。 眠かったらお昼寝に入りますし動画見たりネットサーフィンすることもありますし YouTube の動画を作ることもあります動画見るのがまあ一番多いかな TVer や WebA で気になっている番組見ることが多いですね夕食18時頃になったら下ごしらえ済みの夕食をパパッと作って食べますお風呂夕食を食べ終えたらお風呂にさっと入りますフリータイム 風呂から上がったら歯磨きも早々に済ませて布団に入ってスマホをいじりながら眠くなったらいつでも寝れる準備を済ませておきます。就寝。だいたい10時半頃になったら眠くなるので寝ます。これで休日が終わります。いかがでしたでしょうかこれを見た方はなんて無駄な時間の使い方をしてるんだと思う方もいるかもしれません。自分も昔はこういう休日を過ごすともったいない使い方をしたと後悔していました。 ただ最近は考え方が変わって逆に無駄な使い方をする方が贅沢なんじゃないかなって思うようになりましたそう思うようになってからというものの最近は自分が高等郵便かのような錯覚に陥って貴族になった気分でいることができます皆さんはどんな休日を過ごしてますでしょうかよかったらコメントで教えてもらえると嬉しいですそれでは次の動画でまたお会いしましょう